こんなん出ました。即興でしたけどね。どんな感じでしたか？本当に魅力的な音、惹かれる音だなと思ってしみじみ聞きました。即興とは思えない感じで響きがすごい綺麗でした。練習もないのにやったのかなというふうに思うのと、今寝れたらすごい癒されて寝れるんだろうな。ありがとうございました。はい、なんか音が2つ共鳴してすごい広がってよかったなと。本当気持ちのいい空間になってよかったです。ありがとうございました。はい、もうはい、すごく気持ちよくて細胞が喜んでお腹がグーッとなってました。それは良かったです。はい、まあ最後ね、せっかくですから皆さんとはね、自由に音を出していただいて、私たちは実は音でできてるんですよね。まあ、お名前ね、かなでくん、かなでちゃんと響きくんね、という名前、お名前のね、ありますように、私たち音玉でできてますよ。音でできてますよ。だから音玉、言霊をね、昔古代の人々は自由に表現してたわけですよね。で、私たちはいつの間にか言葉しか喋れなくなったので、天地とか天地とつながりがね、すべて混乱が起きてるんですが、まあ、本来言霊は自由にしてまして、それは難しい頭で考えた言葉じゃなくて、命の深いところから自由に出る音ですよね。それを順に出してましたよ。だからまあ子供はまだ言霊出してるわけだよね。あーとかうーとか、あれ言霊出してるわけですよね。だんだん知恵がついてきて、それが出せなくなっていくわけですけどもね。なのでまあ自由にね、ちょっとこう言霊音霊を出してみて、ちょっとだけウォーミングアップのつもりで出してみて、あとは自由にみんなでね、それこそ本当の祈りの音霊がね、出せるようになって いければなと思ってますので、まず私が何でもいいので、一言ふと思ったことを言いますので、そしたらこのように回って、一言、私が例えば何でも一言あーとか言ったら次に、はい、あと何でもみーとか言って、次の方が何でもいいからおーとか、とにかく頭で考えないで、ふと思ったことをですね、発してみて、で、語尾が終わるか、隣の方の語尾が終わるか終わらないように重ねていくとね、リズムが出来上がりますので、ちょっとだけ練習してみましょうか。何でもね、いいから、子供のようにとか、で、私からいきますよ。ね、よってみましょうかね。最初から二言言ってやると思わないで、一語ふっといぶいて二言目が自然にいぶき出るようにね、連なっていくように、意味のあることを言ってやろうとか思わないで、ね、子供のようにと思った音玉を同じような感じで二言目が、終わるか終わらないうちに重ねていくといいと思いますね。じゃあちょっと私から言っていきますね。うーやーさI'm sorry.
今度は御事言ってみましょうかね。これも最初から御事言ってやろうと思わないで、一期一会積み重ねて結果御事になるようにして、意味があろうがなかろうが子供のようにね、巣に帰って子供のように発したいものを一期一会と言って御事にしていきましょう。御事になると自分の順番が来るまで何か言ってやると考えちゃうんで、一人の人が言ったことを全員で調和しますね。例えば私が何でもいいから祭りと言ったら、皆さんで祭りまた見てこと言って、また全員で、なのでこれ重ねられないので、ね、そんな感じでちょっとやってみましょうか。あの自由にね、頭で考えながら。じゃあ私からいきますよ。みこと、ゆーなーふー、はい、ゆーなーふー、さーみーこー、さーみーこー、いーちーとー、いーちーとー、きーしーこー、きーしーこー、ゆーはーひー、ゆーあ
い、ありがとうございました。ね。